本日はですね、ちょっとお暑い中、まあ、天気はすごくいいと思いますけれども、改めまして、アドビシステム株式会社のこちら宗男と申します。本日はよろしくお願いいたします。今年皆さん、ご存知の通りだと思いますけれども、実はですね、今回、出てきた、今年はフォトショップが1990年の2月の19ですね、に米国で発売されてから、生誕25周年という非常にですね、記念すべき年ということになっております。でその記念すべき年に、ですね、今回は非常に多忙というところであるんですけれども、フォトショップの生みの親であります、トーマス・ノールの方が、今回来日していただいたということになります。ぜひですね、今日この中で、実際どういうふうにフォトショップが開発されて生まれたのか、そして初代の話なんかもしていくということになりますので、ぜひですね、こちらの内容を皆さんの記事の方で、ご紹介いただいたらというふうに思っております。でまた、ですね、また私の方から後ほどご案内させていただきますけれども、このフォトショップ生誕25周年を記念いたしまして、こちらの会場になるんですけれども、インサイドフォトショップというふうに題しまして、このこうですね、いわゆる写真展、こういったものをこう今開催して、それが明日より一般公開の方をさせていただくということになります。ですのでですね、今回このインサイドフォトショップのことも改めて、記事の方でしたたていただければというふうに思っております。ということで、じゃあ私の方はですね、これぐらいにしておきまして、トーマス・ノールの方からですね、実際のヒストリーフォトショップについてご案内させていただきます。そしてもう一つですね、皆様にご紹介して、させていただきたいのは、トーマスと同時にですね、いつもはラセットを一緒にということがありますが、今回また特別に、自宅は日本のところで、ご実家の方ですね、はこの近くになっているんですけれども、今回は、実はフィンランドの方ですね、から、海外でちょっと協力というですね、応援に、駆けつけていただいた、遠藤哲夫さんの方になっております。じゃあ遠藤さん、ちょっと先に一言よろしいでしょうか。皆さんこんにちは、遠藤と哲郎と申します。大体ラッセル・ブラウンという表記のおじさんがやってくると、一緒に芸人をやらされてます、遠藤哲郎と申します。昔こういう本を出してたことがあったんで、90年代の頭、昔話になると呼ばれるというような感じなんですけれどもフォトショップの、ことも今日はトーマスさんの連れっこしながら一緒に皆さんにご紹介していくという形で取らさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。じゃあ改めまして、よろしいですかね。じゃあトーマス・ノールの方から実際のフォトショップの歴史について、これからですねご案内させていただく予定になっております。途中デモンストレーションもありますので、ぜひですねそちらもご覧になりながら、トーマスのプレゼン及びデモンストレーションですね、遠藤さんと同時通訳と一緒に、同時じゃないです、同時じゃないですか、ね、みたいな話というところで、聞いていただければというふうに思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。Welcome. どうぞ、今日は皆さんようこそいらっしゃいました。 Okay. I'm Thomas Knoll. I'm the co-creator of Adobe Photoshop. 私はですね、トーマス・ノールと申します。 Photoshop の、共同開発者の一人でございます。 And also a long-time amateur photographer. そしてですね、もう長い間アマチュア写真家としても自分はアマチュア写真家だと思っています。 And the, two things are very much related, and that's sort of the theme of this talk. 今日のトークのトークにテーマにはですね、この2つがすごく絡んでいるんですね。 So, in English this says, eating my own dog food for the last 25 years. 英語ではですね、eating on my own dog food といって、自分のドッグフードを何年間食べてたらどうなるっていう、結構 IT コンピューター業界で言われる言い方があってあるんですけれども。Which is a phrase used in English to say that you actually use your own products. 自社製品をずっと使ってるという意味でよく使われるフレーズなんですが。And that's very much the case with Photoshop and many members of the Photoshop engineering team.私も含めてたくさんのフォトショップのエンジニアリングチームはみんなそうなんですけども、自分のプロダクトをずっと使っているという意味です。My history with photography
started when I was 11 years old. 写真について言いますとですね、私と写真の関わりっていうのは、11歳の時からになります。And for Christmas, on my 11th birthday, I received a Argus rangefinder camera from my father. 11歳の誕生日の日ですね、アーガスという、カメラ、レンジファインダーのカメラをお父さんに、クリスマスプレゼント、お父さん、サンタクロースクリスマスプレゼントにバードロールでサンタクロースクリスマスプレゼントでいただきました、もらいました。 And my father taught me how to take photographs and how to develop black and white film。それでですね、私の父は、その写真をどうやって写真を撮るか、それからどうやって暗室で写真を伝導するかということも教えてくれました。で、暗室で白黒のプリントですね、モノクロ写真のプリントをすることを教えてくれました。And in my, mother's house in Ann Arbor, Michigan, this print is hanging up in the basement wall. あの、私のですね、実家ですね、あのところにある地下室のところにこんな工具がいっぱいあの壁にずらっとあったんですけど、あの私の13歳頃に撮った写真で、それからプリあのモノクプリントを作りました。実際ですね、カラー写真のプリントを自分も自分現像で自分でちょっとやったりしました。And then I went off to college, and this is where the story of Photoshop starts. で、大学に行きました。で、その頃にこの Photoshop のですね、ストーリーが始まるんですけれども。I was at the University of Michigan in Ann Arbor. アルバーというところにあるミシガン大学に私は行ってました。And I was working on a PhD in the field of computer vision. コンピュータービジョンという分野についての博士論文を書く過程に私は在籍しておりました。博士課程に、在籍しておりました。Computer vision is the process of teaching computers how to understand images. コンピュータービジョンというのは、コンピューターに対して、画像でどうやって認識させるかということを研究する分野です。My project was, a common problem in computer vision is when you have objects that are partially obscuring each other.And trying to figure out them despite the cover of obscuring them overlapping. で、そういったですね、コンピューターをが画像認識する中で一番難しいのが、映ってる部分が重なり合ったりしてて、あるいはどっちかに一部隠れていたりとかして、それぞれが個別に認識しにくいって、そういうところがすごく難しいところなんですね。So I, part of my research for my PhD, developed a number of image processing algorithms. 私のですね、博士、論文の研究テーマというのはまさにそこで、そのアルゴリズムを、研究するというテーマでした。Image processing differs from computer vision in that the input is an image and the output is an image. コンピュータグラフィックスと、コンピュータビジョンが違うところは、コンピュータ、画像処理の部分で言えば、入ってくるインプットも画像だし、出てくるのも画像なんですね。Image processing is often the first step of computer vision algorithms. ところがですね、コンピュータビジョンの最初のプロセスとしてはやはりその画像処理で、画像をまず処理しなきゃいけないんですね。For example, to detect the object, the overlapping objects, the first step I did was find the edges in the image. 例えば重なり合った何か被写体をそれぞれ認識させるには、それぞれのまず輪郭を抽出するというところから始めます。So I have written a number of image processing tools as part of my research.例えばですね、私の研究のためにいくつかツールを書いたんですけれども、そのツールが例えば、画像の輪郭を検出するというような、ツールを、プログラムを書きました。And I had essentially finished all of my research work for my PhD and was left with writing a very long research paper called a thesis. で、最後ですね、博士、まあ、この研究の仕上げとしていろんな研究をしました。それでその研究が大体素材として出来上がってきて、一番最後にあるのは論文を書くっていう作業なんですね。これはとにかく長くて、長いプロセスがあります。論文を書くというプロセスがあります。But writing papers is one of my least favorite things about school.
ところが、何かを書くってですね、物を書いて論文にするっていうのが、まあ、私の学校生活の中で一番嫌いなものだったんです。So I kept on procrastinating on writing my paper. それをね、もうとにかく逃げてたんですね、書くということから。And spent my time, writing computer, software instead. でその代わりにですね、プログラムソフト、コンピューターのプログラムでソフトを書くということをね、投資としてやっておりました、現実投資として。Because it was a lot more fun.もっともっと面白かったですからね、そっちの方が。At the same time, my brother John, その時ですね、私の弟のジョンが had a job at Industrial Light and Magic. その時当時ですね、から、Industrial Light and Magic, ILM というところで働いてました。Which is the, movie visual effects firm. 映画の視覚効果の会社です。Most famous for the Star Wars movieもちろんスター・ウォーズで一番有名ですけどね、ILM という会社です。He was working as a camera operator at the time. 当時はですね、カメラオペレーターとしてジョンはそこで仕事をしていました。But he, decided that the future of visual effects for movies was computer graphics. 視覚効果の、ね、将来というのはコンピュータグラフィックスにあると、当時、その弟ジョンはその場所にいて確信したそうです。So he decided to teach himself how to, create computer graphics. で、コンピュータグラフィックをどうやって作るのかっていうのを彼弟は自分で自習し始めたらしいですね。So he was, home one, couple weeks for a vacation in Ann Arbor. で、アルバーというその実家のあるところにですね、まあ、2週間ぐらい、2、3週間、帰省してたんですね、ちょうどその時。He told me about his project and the difficulties he was having simply displaying images on his computer. それでその時話に出たのが、単純に画面の上に画像を出すってことがなんでこんなに難しいんだという話になったんですね。So I gave him a bunch of my image processing tools that I had developed as part of my research. で、大学での研究の時に作ったいろんなプロセスのプログラムがあったんで、まあ、それを彼にも渡したんですね。That way he could concentrate on just writing the computer rendering. そうすれば弟の方がプログラムを作るにしても、そのレンダリング、実際に画面に表示するってとこだけ、やればいいように、集中できるようにということで、まあ、いろんな処理をするツールは彼にあげたんです。And he could just use the tools I created for the actual display of the images. で、その中に、まあ、その画面の上に、画像を出すというプログラムもありました。He said it helped him a lot in the process, and he kept on making more and more requests for more tools. その画面に画像を出すっていうプログラムを作る中で、まあ、弟の方がいろんなこうリクエストが飛んでくるわけですね。So in late 1987, I combined all these tools into a single application. で、87年の頃にですね、そうやっていろんな細かい分かれたツールを一つのアプリケーションにまとめました。Which became the very first version of Photoshop. これが後にですね、もう Photoshop のごくごく初期バージョンになりました。And we went back and forth for several months with him taking feature suggestions. で、まあ、どんな機能を入れたらいいかななんていうことをやりながら何ヶ月かやり取りをしました。And I would keep on putting off writing my PhD thesis. そしてですね、博士論文書くのはちょっと横に置いといて。And adding features to this, program.で、このプログラムにどんどん機能追加の作業をしてたんです。And, after a couple of months, he suggested, we could probably sell this thing. で、何ヶ月の後に弟が言い出して、これ売れるよと言い出しました。And he asked if it was okay if he started showing it around. じゃあ、もうその手始めをして、あちこちにちょっと見せて歩こうと。Up until this point, we had simply been doing this project for our own fun.これまでは、まあ、自分の楽しむためにやってたプロジェクトだったんですね、このプログラムを作るというのは。And, I probably, if it wasn't for John, I would have just kept on doing that and probably gone back to finish my PhD. まあ、ジョンが、弟のジョンがいなかったらね、多分まあ、このことをやった後に、結局論文に戻っていた、論文の執筆に戻ってたんじゃないかと思うんですけど。So, John is the reason why I'm a PhD dropout.で、まあ、ジョンのせいというか、ジョンのお金というか、そのことでですね、私は PhD の博士課程の中退者になってしまいました。ドロップアウトしました。So we formed a two-person company with me as the engineering department and John as the marketing department.
それで2人でですね、結局あの小さな会社を作りました。で、私がエンジニアリングパートの担当で、弟がマーケティングパートの担当という2人だけの会社を作りました。And John did many demos of very early versions of Photoshop to many companies. それでですね、弟のジョンはチコチの会社に、まあ、本当に初期の初期の Photoshop のプログラムを見せて歩きました。あちらこちらの会社に。And eventually found Adobe who expressed interest in publishing Photoshop. それで最後にですね、結果的に Adobe という会社がこれを出したいと言って興味を持ってくれました。And we reached agreement in 1989.で89年に契約を結びまして、そして1990年にバージョン 1.0 が発売出荷されました。Now, a lot of the features of Photoshop were inspired by my experience in the darkroom as a teenager. 実は Photoshop の機能、当時のですね、Photoshop の機能のほとんどが私がまあ、子供少年だった頃に、ティーネイジャーの頃に暗室で過ごした経験と写真の関わりに目指しているものがすごく多いんです。 The classic problem of making a good black and white print is to make the blacks black and the whites white、まあ、非常にですね、クラシックなというか昔からいつもの変わらぬ、モノクロの暗室で写真を作る時の、まあ、問題になるのは黒を黒に、白を白に表現することがいかに難しいかということです。You don't want the blacks too black or the whites too white. でも白を、まあ、白すぎて飛んだり、黒が黒すぎて潰れたりはしてほしくないわけです。And in the analog darkroom, this is a very hard thing to do. で、アナログ時代の暗室での作業ってのは非常にそれはやりにくかったんですね。Because you can only adjust the exposure and the contrast. で、当時選べてできたことっていうと、露出の時間を変えること、それからコントラストを変えることです。What you really want to adjust is the whites and the blacks. で、白と黒をやっぱりこう何とかしたい、調整したいというのがやっぱり一番の課題でした。So when I was creating Photoshop, I invented the levels dialog. で、この時にですね、このレベル補正ダイアログというのを、まあ、発明しました。Which has a single control to control the blacks and a single control to control the whites. 一つのコントロール、調節マニで白、一つの調節マニで黒というのを独立して調整できるようにしたんですね。それではここでですね。I have some emulator software here. ちょっとここでエミュレーターソフトというのをちょっと立ち上げるんですけれども、That can make my, modern computer, contenders a Macintosh 2 computer. 私のこの今の、まあ、最新のコンピューターをですね、Macintosh 2に戻してくれるという魔法のソフトを使ってちょっとこれから皆さんにお見せしたいと思います。So we now have a computer that can run Photoshop 1.0. はい、これで Photoshop 1.0 が、動作する環境になりました。じゃあ画像を開いてみましょう。これは Photoshop 1.0、1.07 の、アバウト画面ですね。まあちょっと今のに比べるとだいぶ少ない人数の名前が載ってるかと思うんですけれども、その中の一人で、ね、トップにトーマス・ノールさんの名前。This image is a photograph that my brother took and used in many early Photoshop demos. この写真は私の弟が撮った写真なんですけれども、まあ、当時初期ですね、いろいろ見込みをしているような時に、使ったデモ写真でした。Including the demo that sold Photoshop to Adobe. Adobe さんが Photoshop を買ってくれた時、決め手になったデモにもこの写真が使われました。One of the, common demos was.Here's a magic wand, and I can make a selection. その時のデモの一つとして、まあ、まあ、人気もあったものの一つですけれども、自動選択ツールですね。英語だとこれ、マジックワンドっていう魔法の杖って名前がついてるんです。本当に魔法の杖でした、当時、誰が見ても。これを見て、みんな目が点になってびっくりしてます。I'm gonna copy that clipboard. それをクリップボードにコピーして、Now I'm going to do a paste. で、そこをペーストします。So, at the time, we have...
This is called a floating selection because I can still move it around. 当時はですね、まあ、レイアウトなかったんで、フローティング選択範囲っていうものがあったんです。ペーストしたばかりのものっていうのは自由に位置を動かせたんですね。This is essentially a very early version of layers. これは、実質的にはごくごく初期のレイヤー機能と言っていいものです。But you can only have one at a time. でも、一回一個しかありません。But I can do many operations on this floating layer.でこのフローティングってね、浮いた状態にあるレイヤーに対していろんなことができるように実はなってたんです。で、例えばそのレベル補正のダイアログボックスを出してきて、例えばちょっと明るくします。でプレビューボタンを押します。ところが今これじゃあちょっと明るくなって動かしてきました。でも今この明るくした山をですね、いやこの山の向こう側にしたかったんですね。フローティングという名の通り上向いてますので手前にしかないわけです。でこれで今度はカットします。今フローティングして浮いてたやつをカットします。で島のところを選択してあげた上でもう一回今度は選択範囲の後ろへペーストというのをやってあげます。そうするとまたからそのレイヤーがあるようですね。これはレイヤーマスクのごくごく初期的な考え方コンセプトを使った感じになっていると思います。でこの、ちょっと薄くした色の山が島が向こうにあるように見えるようにサイズをちょっと変えてみるなんてこともできます。で2つ目の島ができちゃいました。でこれはジェニファーさんって実はジョンの奥さん当時恋人当現在奥さんだそうですけれどもの今の女性がいますよね。彼女をコピーしてもう一箇所作っちゃう。もう一箇所にコピーした。それがよく当時やったデモなんですが。それをマジックワンドの自動選択ツールで選んでみましょう。シフトキーを押していくと追加できますから。でもここで綺麗に範囲を選択するかちょっと難しいですね。So, that's not going to work.でこれじゃあ自動じゃいかないね。で、コピースタンプツールを使って、But again, this is hard to get all the edges right. そうすると輪郭がやっぱりね、こぼれちゃってて、きちんときれいに合成するのは難しいです。So I won't do that. これもやめましょう。A technique that still works today is you can look at the various channels of the image.まあ、こう当時のテクニックでもありますけども、いろんなチャンネル、まず RGB のそれぞれのチャンネルの画像を見ていきます。で、ブルーのチャンネルがですね、一番そのジェニファーの肌の色と、それから背景のコントラストが一番強いチャンネルだなっていうのを発見、まず自分で探しに行きます。で、このじゃあブルーのチャンネルを、もう一個別のチャンネルにコピーしましょう。その時にイメージ、演算、複製というすごい奥まったコマンドを使って、で、そのアルファチャンネルですね、今4つ目のチャンネルとしてコピーしてきたブルーのチャンネルで、そのチャンネルに対して、レベル補正を使っていきます。で、青い海のところがもうほとんど白になるぐらいまで上げて、でジェニファーの体の部分がほとんど黒になるように選択範囲を変えます。あ、レベルを補正します。それから投げ縄のツールを使って、今他の部分をちょっと取っちゃいましょう。まず周りを選択して選択範囲を反転してで、クリアします。で選択範囲を変えるようにして、まだ水着のところがちょっとあるんで、そこをちょっとズームインしながら、ペイントブラシのツールをダブルクリックすると大きさ変えられるので、ちょっと大きめのを選んで、
塗りつぶします。穴になっちゃってるところ塗りつぶしていきましょう。全体を見るとこんな感じです。And then I'm going to invert this alpha channel. でこのアルファチャンネルを反転します。to make it white on black. 白、黒背景の白になるような感じ。選択範囲からアルファチャンネルを選択範囲に読み込むというコマンドを選んで、でそれをコピーしてペーストすると、こんな感じです。エッジも綺麗ですし、手の影のところもね、ちゃんと入ってますよね。That is a very early demo that my brother did showing off Photoshop. So this, これがですね、まさにその当時、弟のジョーがあちこちに見せて回ったデモの中身でした。But you see, this version had many filters that are still available today, including like Gaussian blur. 当時フィルターとしていろんな機能もついていて、現在の Photoshop にまで、もうずっと使い続けられている。機能があります。例えば、この奥はガウスぼかし、ぼかしカッコガウスですね、なんていう。And one of the first filters that I implemented was fine edges, which I used in my PhD research. 例えば私がその博士論文のための研究として作った輪郭を検出するというフィルターも入ってました。今でもあります。エミュレーターをシャットダウンしておきます。終了しておきます。Now, when Photoshop 1.0 came out,フォトショップ 1.0 ができたときは、実はフォトグラファーのためのツールという、写真のためのツールでは実はあまりなかったんですね、フォトショップは。私はティーンエイジの頃の写真の経験にインスパイアされたプログラムではありますけれども。And that was because the hardware was not really ready yet.当時ハードウェア自体がまだ整ってなかったんですね、このフォトショップを出た時に。Now, to get images into the computer, you had to use either a very expensive flatbed scanner. 当時ですね、コンピューターの中に画像を取り込もうとすると、非常に高い高額な、ハードウェアを用意しないとできませんでした。例えば、ダスクにあるようなフラットベッドスキャナーですね、使ったりとか。A 300 DPI flatbed scanner.Probably cost $7,000 300 DPI のフラットベッドスキャナーですね。であれば、当時の価格でアメリカで7000ドルぐらいしたはずです。A common slide scatter at the time cost $10,000 US. スライドスキャナー、ちゃんとしたスライドからスキャンができるようなものですと、1万ドルぐらいしたと思います。Photoshop 1.0 itself cost about $800.Photoshop 1.0 は800ドル弱の値段でした。Photoshop を、使えるだけのマッキントッシュコンピューター自体が当時の5000ドルぐらいしました。But the real problem for photography workflow is the only way to get images out of the computer was to do four color separations and make a printing press run. 最大の問題はですね、写真はフォトショップに入りました。じゃあ出てくる出力をどうするか、それが結局4色分解して印刷するぐらいしか出す方法なかったんですね、当時は。 So your first copy of your photograph cost approximately $1,000 to print. 例えばですけど、4色分解して印刷するとなると、まあ1枚出すにしてもしばらく最初の1枚目は1000ドルかかっちゃったんですね。 The second copy cost maybe half a cent.まず、でも印刷なので2枚目は5セントとかそんな感じだと思うんですけど、50セントとかそんな感じでいけちゃうと思うんですけど、とにかくまず出力出せるよう印刷できるようにするまでにすごい膨大なコストがかかった時代でした。
But if you want to print two photographs, it costs $2,000. で、それが写真を2枚出すと、ならだったら単純に2枚で2000ドルになっちゃいます。2種類のね、違う写真をやろうと思って、2回同じことを繰り返したら倍料金かかります。So, whereas today things have gotten much better. 現在のワークフローとしては本当に、本当に本当に良くなりました。コンピューターに入れるにはまずデジタルカメラを買えばいいですよね。3600万画素ぐらいというすごいですね、画素数が取れるデジタルカメラを買っても、まあ、それが高級機で3000ドルぐらいで買えると思います。 You can subscribe to the Adobe photography plan for $10 US a month。例えばですね、Adobe の、フォトグラフィープランとか入っていたら、CC のフォトグラフィープランとか入っていただければ、まあ、今、日本円でいくらでしたっけ、980円、そんな値段で、次々の値段でできちゃうという時代になっちゃう。Which includes both, Photoshop and Lightroom. でそれに Photoshop と Lightroom の両方が入っている、そんな時代です。And the real, benefit for photography workflows is you can now get images out of the computer.でこのワーク、フォトグラフ、写真のワークフローの中で最大のアドバンテージ、現在は、出力の部分だと思うんですね。So, with an inkjet printer, which is very expensive. 非常に安価な、で、高品質な写真品質のインクジェットプリンターが手軽に買えるという時代になりました。So, in the year 2002, I purchased a digital camera. 私は2002年に、初めてデジタルカメラを買いました。Which inspired me to volunteer to do the Camera Raw project for Photoshop. Photoshop 用にですね、カメラローのプラグインを作るよと自分から手を挙げたんですけども、それをために、2002年に自分用にデジタルカメラを買いました。And also inspired by personal photography. そしてですね、自分の写真をやってみたいなと思ったんですね、当時。Which I had not done a lot of since I was a teenager.もうその自分がティーンエイジャーの頃からやってなかった写真を持ってやってみたいということも思いました。So for the last 12 years while working on Camera Raw, I've also traveled the world taking photographs. そして、これ過去12年以上になりますけれども、カメラロードトラブルにずっとやってますけれども、そして自分でもっともっと写真を撮るようになりました。So I'm going to run a slideshow. ちょっとスライドショーをお見せしたいと思うんですが、トーマスさんがお撮りになった写真です。The first section here are taken in Africa. 最初の部分はこれはアフリカで撮った写真ですね。
シランドで撮影しています。それはアメリカですね。Thank you.
今回の日本の訪問でですね、カメラローのエンジニアリングチーム全員4人なんですよね。全員でこちらにやってまいりました。ご紹介したいと思います。みんなと一緒にですね、日光とか京都とかね、楽しく過ごしてきました。私たちのですね、カメラローのチームは全員ですね、写真撮りもあります。自分撮って写真撮ります。Max Wen, who does new camera support and did the camera filter in Photoshop.担当は、新しくカメラローに加わったマージ系の、機能、それから、ライトルームの方の、担当をしています。リック・チャンさんは、いろんな、ね、画像処理の、方法を担当されております。カメラローの、最近の GPU をサポートの、方法をやりましたけれども、こちらのライトルームの GPU サポートの担当もしております。今日はですね、彼の方でジャンさんのエイクさんの方で、ちょっと今日皆様に、こっそりお見せするスニークプレビューをさせていただきたいと思います。皆さん、こんにちは。My name is Eric Chan, and I'm going to give you a sneak preview of a new feature in the next version of Camera Raw Lightroom. 次のですね、Lightroom のカメラローを搭載される新機能について、スニークプリビューですね、させていただきたいと思います。This is an image of a waterfall in Yosemite. ヨセミテの滝の写真なんですけれども、But as you can see, it is not very clear.見て分かる通り、あまりクリアではないですね。すごい透き通っているという感じではないです。In the next version of Camera Raw Lightroom, we will have a new feature named DA. 次のバージョンの、Lightroom と、そしたらカメラロームプラグインにですね、新しく DA 英語版では、日本語版では仮には霞を除去というような感じになると思うんですが、そういう新しい機能が追加されます。This feature can be used to bring out the contrast and details in the picture. 写真にあるディテールを取り出してコントラストを上げていきます。このページのスライダーを動かしていくことで。It can also be used to add haze to the picture. 実は霞を足すこともできるんですね。反対方向のスライダーを持っていくと霞が増えていく。Here is a second example of using a city. 街の写真を使った、サンプルです。Contrast in the bottom part of the picture is okay. まあ下の真ん中の方ですね、の写真のコントラストはまあいいかな、OK かなという感じですが、But the top part of the picture, which is farther away, is more foggy. 遠くが写っている写真の上部の方の、方はコントラストが少ないですね。ちょうどちょっと霧がかかったような状態に見えると思います。The new dehaze feature can be used to bring out the contrast in the entire picture.この新しく搭載されるディフェイスの機能を使うと、コントラストをこのように上げたり下げたりしていくことができます。And it can also make the city go away. そしたらまたこの都市が消えていくというようなこともできてしまう。A final example is the Cypress Tree.
もう一つ最後ですね、マンツーの木というかなの、サンプルなんですけど、一番最後ですね。There is contrast in the bottom part of the picture, but not very much in the trees. 例えば一番下のところの木のところにそこそこコントラストがあるんですけれども、上の方はほとんどコントラストがありませんね。Once again, the new dehaze feature can be used to bring out the details in the entire picture. このディヘイズの機能を使うと、画像全体のディテールをより取り出していくことができる、強調して取り出していくことができたり。It can also be used to add fog to the picture. それからこの日々霞をですね、増やしていくこともできます。Thank you. どうもありがとうございます。今日は本当に皆さんいらしていただいてありがとうございました。申し上げたいことはですね、Photoshopのエンジニアの多くの人間がですね、もともと写真を撮っていた、あるいは写真を撮っている人間、カメラフォトグラファーといっているのにいい人たちが実際にPhotoshopを作っています。ですから私たちはこれは実際に製品を作りながら製品を使っています。ここでご質問を、そうですね、その前に失礼いたします。トチヤさんの方が出番ください。トチヤさんの出番の後にご質問と受けたいと思います。一旦じゃあトマスさんはバトンタッチしたいと思います。ありがとうございます。はい、すいません。手がですね、まずもうここに座っててください。ですね、どうもありがとうございました。今の、日本語名はまだ決まってません。あくまでも、霞を除去というようなところを仮につけています。今見て分かったように、霞を 除去するだけじゃなくて、追加をするということなんで、これが日本語のちょっと大変なところなんですけれども、実は今回ここで、お話ししているこのスニークが、ライブでは実は、世界で初めです。他のアメリカとかでどこでもやってないですというところはちょっと付け加えさせていただきます。で、私の方からですね、じゃあ、ちょっと追加としてなんですけれども、こちらの、インサイドフォトショップのこの展示のところですね、こちらについての、コンセプト等々ちょっと若干ですけれども、ご案内させていただきます。この本展示はですね、フォトショップ発売から、現在、25年です。こちらの長い歴史についてのですね、進化を表したものということになっております。皆様来場していただいたですね、このエントランスのところにある右側の、名刺沿いにあるのはちょっとここの部分というふうにごめんなさい、手元で言っていますけれども、こちら、のところでは、大きなウィンドウにですね、ツールバーあちらですねですとか、ウィンドウが貼られていて、このフォトショップユーザーインターフェースのような形になっている、外側から見て、なので、この中から、外からですね、中を見ると、まさにですね、これ、フォトショップのこう風景、世界が見えているような、そういうような、展開になっている、仕掛けになっているというものが一つです。で、分かりますよね、この後ろにある大きな柱のところにですね、まさにフォトショップの生みの親である、トーマス・ノイと、あとジョン・ノーですね、この2人、およびちょっと見えないところです。こちら側の方にはですね、日本でおなじみのというところもあります。ラセルバーの方の写真ですね。こちらの方も、グレースケールで表示されていると。バイオも含めて、ちょっと履歴も含めて、一切表示されております。で、ギャラリーのこの奥の画面ですね、この壁面のところなんですけれども、これ、フォトショップの歴史の、今、3人いますけども、その後ろですね、のところでは、フォトショップのいわゆる歴史のタイムラインですね。ちょっと皆さんもタイムラインにこう乗って遡っていただくと、こう懐かしいものもあると思うんですけれども、これが各バージョンのリリースのものですとか、あと機能のアップデート、どういった機能がその時に入ったのかなどなんですね、この歴史を解説させていただいているというものになっています。で、歴史タイムラインのですね、この左手、こちらです、今度は。こちらの方にあるのが、先ほどからもうオープニングにちょっとありましたけれども、ドリームオンという、今回のためにですね、ちょっと作ったビデオの方があるんですが、これはですね、使用されたその中で使用されているアーティストの作品も含めてこれ展示されています。
でこの映像ですね、実は今年のアカデミー賞の授賞式のところの生放送でテレビ CM されたものなんですけども、世界中の70名のアーティストに作品を集結させて、ヤロスミスのですね、楽曲のことが皆さん多分一番わかると思うんですけど、ドリームウォークですね、に合わせて作られたものということになっています。で、あとですね、まあ、ドリームウォークのところの映像、曲に関してはこの会場のモニターでもですね、後で流しますけれども、まあ、YouTube 等々でも流れておりますので、ぜひこちらの方もご覧ください。で、私の方が今立っているっていうところになりますけど、最後です。こちらギャラリーの正面の空間は、まあ、展示のタイトルにもなっているこのインサイドフォトショップですね、をイメージしたフォトショップの巨大な、まあ、インターフェース、透明のところですね、ちなみにですけども、ということになっています。で歴代のツールですとかアイコンですね、今実はちょっと見えないと思うんですけど、こちらの方にあって、私の場トーマスはこれかなみたいな形でちょっとやっていくっていう、後で皆さんもぜひ楽しんでいただきたいんですけれども、こういった形でアイコンの方がパネルで、紹介されています。ですので、後でももちろん結構ですので、こういったですね、ツールの歴代のツールですとかアイコンですね、これを手に取った形で展示されているというものになっておりますので、ぜひ皆さんもですね、ちょっとこれ、使って後で写真を撮って、まあ、等々でツイッター等々で、お話しいただければというふうに思っています。なので、ちょっと繰り返しです。こちら、インサイドフォトショップですね、アニバーサリーエキサビジョンということで、こちらの会期なんですけども、今日は、まあ、皆様向けにやっておりますけど、一般公開が明日から、まあ、約2週間ぐらいですかね、6月4日木曜日まで、こちら11時から18時まで、開催しております。で入場料は無料になっておりますので、ぜひですね、つぶやきもしくはまあ、記事にされて、予定の場合にはぜひこちらの方の告知もお願いしたいと同時になんですけれども、このインサイドフォトショップですねを記念いたしまして、この CC 発見新発見、ツイッターキャンペーンの方も行っております。このインサイドフォトショップのところですね、来ていただいて、例えば、まあ、合計25名様に、こういったようなというところです、商品、大体25グッズの方ですね、提供するということになっています。で、フォトショップのところのこういったまさにツールですとかアイコンですとか、そういったものを一緒に撮っていただいて、それと同時にですね、ハッシュタグで CC 新発見と、それから、ハッシュタグの PS25 フォトショップ25ですね、こちらの2つのハッシュタグをつけていただいて、でツイッターに投稿してください。でその中ではですね、抽選でフォトショップ25周年記念 T シャツをはじめとした、記念グッズフォトショップリアルと、4月1日のところ、まあ、作ったということもありますけれども、こちらも、プレゼントする予定になっております。5月の22から6月の12日23時59分ちょっと細かいですけど、このところの応募期間ということになっていて、参加方法ですね、 Adobe Creative Cloud の Twitter アカウントをフォローしていただいて Twitter に投稿いただくというような予定になっております。ぜひですね、このキャンペーンについてもこの記事中についてですね、ご案内いただければというふうに思っております。ということでですね、じゃあ私からですね、詳細の、こちらのキャンペーンの内容については、Photoshop 日本公式ブログですね、の方で記載しておりますので、ぜひこちらの方でもご案内いただければというふうに思っております。はい、はい、ということで私から説明を終わります。はい、それでは皆様からのご質問をお受けしたいと思います。質問のある方は挙手をお願いします。係の者がマイクを持っております。ご質問いただく際にはいつものお願いではございますけども、ご所属とお名前を、お知らせいただければと思います。までよろしくお願いします。それではご質問のある方いらっしゃいませか。せっかくの機会だとどうぞ。ネドラボ編集部のタッコ申します。ちょっと聞き逃していたことでした、申し訳ございません。先ほどの切り絵の機能、切りを増やしたりチョコしたりする機能というのは、いつからでしょうか。We're not announcing that yet. まだ正式な発表をしてアナウンスしておりません。残念ながら今回はスニークプリビューでこっそりお見せしております。わかりました。そちらはでもオープンにしてしまっても大丈夫な情報でしょうか。はい、ということでマーケティングですけど、こちらが出てきましたけれども、今、それが、ディテイズ
ですね、日本語で仮として霞の除去としていただきたいんですけども、今回スニークプレビューとしてご案内したものは次期ライトルームのアップデートおよびカメラロー、フォトショップの方に入っています。こちらに搭載されるということでご案内いただければ。はい、はい、わかりました。ありがとうございます、はい、よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。それではマイナビニュースの杉浦と申します。本日ありがとうございました。